皆さんこんにちは、豆苗です。今回はこちらの段ボール箱に入ったものをご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。今から2018新春ウェブ限定グッズキャリーバッグ福袋セシルマクビーを開封していきます。税込みで7560円でした。肩から下げられるような斜め掛けできるバッグです。このようにマグネット付きで非常に開け閉めしやすいです。中にはこのようにポケットが2つ付いていまして、こちらにチャックも付いています。とてもしっかりとした感じの素材なので長く使えるかなと思います。2つ目はモコモコのスリッパです。とてもふわふわな素材で気持ちいいのですが、静電気がたくさん起こりそうです。裏面も滑らかな気持ちいい素材です。では3つ目、大きめのポーチですね。こちらのピンクです。このように、あ、中にもこのように2箇所と1箇所もポケットがついているので、とても使いやすいですね。メイク用品とかたくさん入りそうです。次4つ目、セシルマクビーと印字が押されているの分かりますか？大きめのバッグですね。トートバッグ見えるかな？このような感じです。こちらもやはりマグネット式になっていて、とても開封しやすいです。1泊2日なら余裕で入るようなバッグです。大容量入ります。5つ目、タオルです。タオルです。ちょっと大きすぎて後から全体を広げて写真に写しますが、こちらはまあ普通の、肌触りも普通のタオルです。大きめなのでお風呂上がりの髪を拭く時などとても重宝しそうです。次6つ目です。レース素材のお財布です。こちらはチャック式になっていまして、開けるとこのようになっております。たくさんカードやお札が収納できるようになっています。この中にも小銭入れがついています。ちょっとここのチャックがちっちゃいかなという気がしますが、使いやすそうです。たっぷり入ります。次ラストみたいです。こちらはどのようにして使うのでしょう。謎です。こちらは何ですか。こちらはチョーカー。こちらはおそらく首にはめるチョーカーのようです。使わないかな。でも頑張って使用してみます。以上、福袋の中身7点でした。キャリーバッグの中はこのようにセシルマクビーのロゴ柄です。エンブレム部分は2つ種類があって、マジックテープで交換できるようになっています。サイドにメッシュポッケがついているので、いろいろ入れられます。結構持ち手の部分が伸びるので使いやすそうなキャリーバッグです。裏面のコロコロがこんな感じです。少し頼りない感じもします。ここで福袋の中身をおさらいいたします。1つ目はショルダーバッグ、2つ目はスリッパ、
3つ目はポーチ、4つ目は大きめバッグ、5つ目は大きめタオル、6つ目はお財布、そして7つ目はアクセサリーでした。こちらのアクセサリーはおしゃれ上級者向けのようで、私には使用方法がよくわかりません。もし使用方法がわかる方がいらしたら、コメント欄やツイッター上でお教えいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。